で今ゲットしました。そしてその後ですが、ゲッハーリンジャー2番のゴールドブリーズと続いています。後位までそれほど大きな差はありません。蓄積障害です。イクノグローリー先頭でゲットしました。ソリダリオが2番手の位置、3番手1番のアスターディゴンがつけています。アスターディゴンが今ポジションを単独2番手に上げました。そしてその後方から3番のケンハーリンジャー、あとは2番のゴールドブリーズが続いております。そしてその後は大きく開きました8番のノーティアスは後方から2頭目、そして一番後ろから運ぶ番のタコカイという体制です。さあ今度は向こう上面、連続障害2つの第7号第8号が待っています。雪のグローリー先頭、アスターディゴン2番手、雪のグローリー先頭で飛越しました。続々と飛越、続きましては向こう上面の2つ目第8号の飛躍障害を出します。雪のグローリーが今度は3馬身とリードを取って今見切って飛越しました。そして2番手の位置ですが、ソリタリオ3番手1番のアスターディゴンがつけています。アスターディゴンは今3番手から2番手、2番手から今度は先頭に並ぶように上がっていきました。第4号のさあ飛躍障害を目指します。雪のグローリー、アスターディゴン両方が並ぶように第4号の飛躍障害を今飛越しました。この飛越でアスターディゴンが先頭に立ちました。残す障害はあと1つ、第9号の飛躍です。先頭はアスターディゴンとなって雪のグローリー2番手、ソリタリオ3番手、第9号を見て飛越しました。アスターディゴン先頭で6番のソリタリオが落馬しています。さあ最後ダートコースの足比べになります。先頭は1番のアスターディゴンです。後続を突き放している小橋の小橋の7橋のリード、そして雪のグローリーが現在2番手粘っておりますが、その突き放しはグイグイとゴーディアス、あるいはゴールドフリーズ差を詰めてくる。先頭は完全に独走態勢、アスターディゴン、これは完全にセーフティーリードだ。そして2番手ですが外をついた1番のゴーディアスが上がってきた。アスターディゴン先頭でゴリ2着、8番ゴーディアス、そしてその後にはゴールドグリーン、そしてその後に3番ケンハーミンジャーと続いております。なお同じ予想ですが、7番キッタンセレナード、それから6番のソリタイム、この2頭が非常に落馬、競争を中止しております。勝ちましたのは1番アスターディゴン、キッタン3区、鞍上は黒岩優騎士でした。そして2番手ですが8番のモーティアス、その後2番のゴールドグリーン、勝ちタイムは3分20秒4でした。2点の落馬がありました。阪神競馬第4競争です。1着1番アスターディゴン、2着は8番オーティアス、以下2番、3番、5番と続いています。お知らせです。お知らせいたします。阪神競馬第4レース7番北野セレナードおよび6番ソリタリオ障害飛越の際他の馬に関係なくつまずいて騎手が落下し競争を中止しました。
京競馬第4レースの払い戻し金を場内テレビでご案内しております。阪神競馬第4レースの払い戻し金をお知らせいたします。単勝1番170円馬連1番8番1080円馬単1番8番1400円3連複1番2番8番1950円3連単1番8番2番6020円でした。
捕まった。捕まった方は。捕まったね。乗り込んだ瞬間から京都が始まります。